兄貴。おう。恐れ入ったか。あんたがどれほどの堀しか知らねえが、俺のハブにはかなわねえだろ。ほら、ここんところよく見ろ。この色、柄、すげえだろ。
かボケが。行きましょう兄貴、バカの相手をしてる暇はないですし。ああそうだな。待たんかダボが、わしの話は終わってないっちゅうねん。邪悪は信じ、超えるのも大概にしとけよガキが。ガキやと？んどるわしよりガキのくせして。今日はこれぐらいにしといたるわ。我慢せい。ハブに魂を入れとるんだ。じっとしとけ。俺の炭は運命を変える。重さに潰されるんじゃないぞ。俺の背中はハブだぜ。ハブは沖縄の魂だ。どんな運命だろうが、丸飲みにして食らい尽くしてやるよ。よう言うた。お主なら入れ墨に食われることもないじゃろうな。よし、完成じゃ。どうすか兄貴。さすがは先生、惚れ惚れする出来だ。兄貴と同じ歌彫りの入れ墨か。これで名実ともに兄弟分になったってことですね。そうだな。またな。